してくれ。私だったらあなたを置いてかないけど。わかった。それじゃあ300ルピーと。ねえ、わかった、400ルピーとそのガネーシャでいいよ。これはダメよ、壊れてるしね。ガネーシャのお話知らないの？ガネーシャはお父さんの部屋の前でパラシュラーマと戦ったの。父であるシヴァの名誉を守るためにね。でもその代わり牙を折られちゃったってわけ。ふん、すっごく面白い。とにかく非売品なの。予定通り。さあほら、600ルピーよ、お釣りをあげる。ねえ待って。ええ、ガイドしてあげる。いくら取るわけ？楽しかったけど、そろそろ帰った方がいいわ。お店に簡易ベッドがあるよ。300ルピー、インドで一番安いんだから。ああ悪いけど、いらない。トラックに乗らないと。そんなの絶対ダメ。反乱軍は悪い人たちだよ。でも、お友達を助けに行くの。こうしよう。戻ったら、ピザおごってあげる。オッケー？オッケー。うん。まずい。あの、すみません。すみません。アイス食べてたらお父さんとはぐれちゃったんです。一人ぼっちじゃ帰れないよ。ああ、わかった。落ち着いて。どうしたんだい？あっちの方に立ってたのに、あの人と喋ってて、振り返ったらいなくなってたの。落ち着いて。ひどいことするわね。赤いドア、それだけないよりマシか。それじゃあただの紛争地帯よ、全然余裕だって。選択肢はなさそう。おい、ちょっと待て。何急いでる。お前何か隠し持ってんじゃねえのか。腕上げろ。おい、夜の一人歩きは危険だぞ。お前、家はどこだ。聞こえただろ。答えろ。どこに住んでいるんだ。アラブたちか。今取り込み中だ。後にしろ。了解。中で待ってる。すぐ行きます。お前も来い。配置につけ。じゃあこの女は行かせてやれ。聞こえたろ。ほら行け。少なくとも2人、1人は倉庫に、でもう1人は。おい、お前ここで何してるんだ。おい、何なんだ。
ほら、捕まえたぞ。遅刻だよ、フレイザー。挨拶なし。嘘だろ、一番隊がやられたぞ。どういうつもりだ、あんたプロじゃなかったの。イライラしないで、体に悪いわよ。なんだって。やっとアサーブを見つけたんだ。予測不能な男なんだよ。ただの戦争屋さんに過ぎないでしょ。あんたは分かっちゃいない。あいつは絶えず居場所を変える男だよ。不要なリスクは避けてもらいたいもんだね。はっきりさせましょう。雇い主は私。分け前が欲しいなら私のルールに従って。さあどうするの。ヒゲの男がやつ、その一気よ。イケメン。イカれてるけどね。欠点はつきもの。アジトはどこ。最上階のバルコニー。それじゃあ作戦開始。ルートは決まってたってのに、これじゃ奴らに見つかる。どうするつもり。なんとかなるわよ。ほら持ち上げる。ほらどう。どうも。ついてきて。でしょ。どうしたの。焦らないで。こっちよ。本当に。本当。危ない。これ安全なの。うん、うん、あと1時間か。私がやるよ。私がやる。コブラ1からコブラ5へ。どうした、コブラ1。リンクの発電機、問題発生だ。オーバー。了解、コブラ1。くそ。まあ、合格だね。さあ、次はどこ。上。さっき地図。西ガーツよ。ホイサラの領土だった。くそ。ああ平気よ。全部想定内。もう。ちょっと危ない。綺麗だね。くそ、つらかるよ。ナディーン・ロス。これは驚いたな。おっと、やめとけ。いいか、そいつは凶暴だぞ。アサーブ、
久しく会ってないが、お前はちっとも年を取らないな。感激だね。うん。仕事探しか。ショアラインは経営者が変わったとか。一時的なものさ、大したことじゃないよ。ああ、そうだろうな。残念。お前のようなプロを探してたんだが。なぜここに。これはお前の専門外だろ。本当にとっても素敵なコレクションね、クロエ・フレイザー骨董品収集家よ。コソドロに雇われているのか。ボス、問題発生です。何？すぐに行く。円盤を。あ、そう、それがあなたっててっきりよくいるつまらない活動家かと思ったけど。ほう。でもあなたはちゃんとホイサラ町のことを調べ上げた。筋がいい。ホイサラの手法、ガネーシャの牙、そう簡単には見つからない。どういうつもり？合計6度にも及ぶペルシャの侵略と戦を経てもなお誰も見つけていない。見つけるさ。それは無理。誰か力を貸してくれる人を探し出して、ちゃんと宝のありかを絞り込むことができなければ、宝は見つけられない。ホイサラ町の幅広い知識を持った誰かか。その通り、うん、文化と歴史の専門家ってとこか。私お手頃価格よ。貴様は我々の功績を横取りして懐を肥やす小判ザメだ。うん、売られたってことよね。大した度胸だ。気に入った。だが専門家は間に合ってるんでね。殺して川に捨てておけ。大丈夫、自分で飛び込む。やめろ。こっち、窓の外だよ。いいな、行くよ。ほら、急いで川を渡るよ。連中だ、ぶっ殺せ。え、うわ、着地った。うまくいったでしょ。私を売るつもりだったろ。臨機応変ってやつよ。プロが聞いて笑っちゃうわね。それ一体どういう意味？アサーブに出し抜かれたって意味。分け前半分よこせなんてよく言えるわね。やっぱりね、私を売るつもりだった。三つ子の魂なんとやら。私のこと何も知らないくせに。言っとくけど、裏切れば命はないと思う。ほら、川だよ。それで本当にいるんでしょうね。ちょっと、ほら、さっさと行きましょう。分かってる。ちょっとここヤバそう。飛べ。あ、ヤバい。あ、危ない。ありがとう。さあ、ほら、円盤は無事かい？ええ、ほら進んで。危ない。もういい加減にしてよ。これで勝った気になるわ。でも男、弱い。喜ぶのは後、行くよ。止めしろ。大丈夫、生きてるわよ。撃たんでしょ。
行くわよ。どんな感じ？予定通り1時間もすれば着くよ。そう。ガネーシャの起爆、ホイサラの都が荒らされたのも納得だね。それで？まあ見てて。そうのんびりはしてられないよ。アサーブの言ってた専門家のこと気にしてるの？平気よ。今頃奴らはもうガーツかもしれないだろ。それに装備も万全、部下だって山ほど連れてるんだ。ほらね、平気よ。でしょ？鍵ってとこだね。かもね。それで、矛はガネーシャの武器。それで弓と矢はアラシュラーマの武器で、斧はシヴァから授けられたもの。戦いね。何？ガネーシャは戦いで牙をなくしたのよ。きっとこのシンボルを探せば牙にたどり着くはず。やるじゃないか。まあインド神話のマニアのパパのおかげってとこ。父譲りかい？泣かせるね。夜が明けるわ。支度してくる。さすがだね。